ルカチャンネル正常見えるか。どうも見えるか代表の同志社大学進学部2回生池部亮介です。本日は、教育事業部の新刊動画ということで教育事業部の方々に来ていただき教育事業部の活動内容などを聞いていきたいと思います。それでは教育事業部の方々よろしくお願いします。お願いします。どうぞお座りください。まず始まりですね、教育事業部の方の自己紹介の方をお願いしたいと思います。はい、教育事業部の代表をしております、大阪経済大学経済学部1回生の藤原怜央と申します。同じく教育事業部の、京都大学教育学部1回生の新2回生ですね、新2回生の吉田圭介です。よろしくお願いします、はい。ということで、今回は新刊動画ということで教育事業部の活動内容について聞いていくんですけれども、まずはじめに教育事業部っていうのは、まあ、どのような、活動されている事業なのかっていうことを、お伝え願いたいなって思います。はい、まず、シティズンシップ教育事業部は、政治や社会といったすごく難しそうな話題を、分かりやすく伝えるような事業をしています。なるほど。まあ、政治ということに関して教育という面からアプローチされているということで、はい、実際の、まあ、これまで、まあ、数年間活動されてきたと思うんですけれども、そちらの活動実績っていうのはどのようになってるんでしょうか。ですね、我々4年間で30校の高校に授業をしに行きまして、1万5000人の人たちに授業を行いました。なるほど。まあ、これまでその30校というのは、まあ、学生の教育をしている団体にしたら、まあ、すごい多くの学校に実践的に授業されているなというふうに思ったんですけれども、まあこれまでの実績は今聞いたんですけれども、じゃあ昨年度で言いますと、まあ、どのような年間で活動されてきたのかなということをお聞かせ願いますでしょうか。去年は、6つの高校と2つの大学で授業をやっていきました。なるほど。まあ、例として例えばどのような高校があったんでしょうか。京都を拠点に活動しているので、やっぱり京都の、高校が多いですね。あとは大阪とか三重とかにも授業を行ってきました。なるほど。大学っていうのはあれですかね、その成人について、それも大学で生徒さんに対して講義するという形なんでしょうか。大学での授業っていうのは、教職で教員になろうとしている方と一緒にこう外部団体と交えたシティズンシップ教育の在り方であるとか、そういった講義をしてきました。なるほど。ということは、まあ、大学の教授からもそういう外部団体、教育に関わる団体として、まあ、認知されているような団体ということですね。はい、ありがとうございます。まあ、そのように、まあ、すごいさまざまな活動されているふうな印象を受けたんですけれども、メンバーっていうのは今大体昨年度で言いますと何名ぐらいで活動してたんでしょうか。ですね、昨年度はメンバーが10人いました。なるほど。10名、その構成としてはやはりその教員を目指されている方が多いんでしょうか。そんなことはなくて、教員に目指してる人はなかなかいないですね。なるほど。まあ、教員志望だけじゃなくて、まあ、教員目指してない人もたくさんいるということでしょうか。はい、ありがとうございます。男女比でいうと大体どれぐらいなんでしょうか。男女比はそうですね、まあ、ここ1対1、大体まあ1対1ぐらいで活動されてるということで、ありがとうございます。まあ、昨年度で言いますと何回生をメインに活動されたんでしょうか。ですね、我々は、まあ、次が2回生なんですけど、まあ、昨年は1回生として活動しまして、まあ、そんなに、もし3回生、4回生はいなくて、まあ、1、2回生をメインに活動しております。なるほど。ということは、まあ、今動画見てくれてる新入生の人たちも入ったらやはりその年の間に実践的な授業というのができるんでしょうか。そうですね、まあ、我々1回生の時の授業を行ってきましたけど、まあ、新入生、これから入っていただける新入生の方にも、まあ、すぐに、その授業であったりを体験していけると思います。お二人にお聞きしたいんですけれども、まあ、1回生のうちから授業できるってことなんですけれども、どうなんですかね、その1回生のうちから授業するのってすごい大変なんですかね。いや、そんなことはなくて、僕自身高校時代特に何かすごいことやってきたわけでもないんですけれども、こう高校生とか一緒にこう授業を受けてもらう側の人たちと一緒に授業していく中で自分も成長していければっていう形でやっています。なるほど。まあ、多分ここに入ってくれてる、気になってくれてる新入生の中には、まあ、あまりパソコンが得意でないような人もいると思うんですけれども、そのような、育成っていうのはやっていただけるんでしょうか。ですね、もちろん、その何て言いますか、研修であったり、俺らがきっちりサポートしていくつもりです。なるほど、ありがとうございます。次に活動頻度についてお聞かせ願いたいんですけれども、まあ、今、お話を聞いてるとすごいたくさん活動されてるなっていうような印象を受けたので、すごい活動たくさんされてるのかなと思ったんですけれども、活動頻度でいうと大体どれぐらいなんでしょうか。
まずは週1回に教育授業でミーティングがあります。それ以外は、こう学校から授業を依頼された時にこう授業を作ったりとか、先生方と打ち合わせをしてどんな授業をしていくかっていうのを決めていくような形で活動しています。なるほど。その週1回のミーティングっていうのはいつされてるんでしょうか。まあ、土曜日にの午前中にやっています。なるほど。土曜日の午前中の週1回のミーティングと、まあ、あとは、まあ授業の依頼を受けたらその授業に実際に行く時の、まあ、昼間っていうのが、まあ、活動の、頻度というか活動内容になるということですね、はい、ありがとうございます。次にまあお聞きしたいのが、まあ、これを見てるしニュースの中には、まあ、この見えるかだけじゃなくて、まあ、バイトとか事業に専念したりとか、まあ、たくさんの思いを抱えてる新入生がいると思うんですけれども、まあ、年間の中で忙しい時期のようなものがあったら教えていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあ、授業の依頼が秋が多いっていうのがありまして、その間にこう集中してこう授業依頼を受けるっていうことがあるので秋が忙しいんですけれども、まあ、秋もその授業の担当者とかがそれぞれ分かれてますので、すごく忙しいっていうことはないので掛け持ちも全然できるのではないかなと考えています。なるほど、ありがとうございます。次にですね、まあこれ見てくださる新入生の方に対して、まあ、どういった人がまあその見えるか教育事業として入ってほしいのかなっていうことを聞きたくて、一体どういった新入生がこの見えるか教育事業に合ってると思いますかね。一人ずつお伺いしたいんですけど、まずは藤原さんから。そうですね、やっぱりこう人に教えるのが好きな方とか、あとは政治や社会に対してこうしっかりと自分なりの意見を持って、いる方に入っていただきたいです、ね、なるほど。吉田さんはどのようにお考えでしょうか。ですね、授業をする上で、まあ、高校生とか大学生とかの前に立ったりするので、まあ、そういう意味でその喋るのが好きであったりする方もそうですし、まあ、また授業を我々が一から作っていくので、そういうな、一から計画していく、何かを生み出していくっていうことをしたい方もいいと思います。なるほど。まあ、お聞きしてると、まあ、その授業とか、教育とか政治に対して関心の高い人に対して入ってほしいなというふうな思いを感じたんですけれども、やはりそのまあ高校時代とかに政治とか教育に対して高い意識感を持っている人じゃないと活動していくというのは厳しいんでしょうか。でも全然そんなことはなくて、僕自身、授業をしていく中で自分としてもこう社会や政治に対しての関心とか知識を高めていきながら活動しています。まあ、これまで高校時代あまりそういうの活動されてきてないのにもかかわらずに、まあ、この実際見えるかに入って、これまでまあ実際に高校とかで大学とかでまあ授業されてきたと思うんですけれども、たったまあそのまあ1年なり半年でその授業するっていうのはやはりそのたくさんの苦労というのがあると思うんですけれども、まあ実際お二人が見えるかに入ってこういうスキルは身についたなっていうようなものがあれば一人ずつお聞かせ願いたいなと思います。僕は人前で喋る力っていうのがつきました。高校時代は大勢の前で喋るっていうのがあまり得意ではなかったんですけれども、授業でこう何百人とかの前で喋る機会も多くて、それを通して、人前で緊張せずに話す力っていうのがつきました。なるほど。吉田さんはどういうようなスキルが身についたと思いますか。ですね、僕は計画力とかあと想像力とかいうのがつきましたね。まあ、先ほど言いました通り、この見えるかではその一から授業を作っていくことになります。その上でその先生と交渉した上で授業計画を練っていくっていう意味で計画力、あとその生徒がどういう反応をするかなとか、どうやったら分かりやすい授業を作れるかなといった意味で、まあ、想像力が発揮される機会が多いので、そういった力が、さまざまな力が身につくのではないかと思います。なるほど、ありがとうございます。まあすごいこのね、入会してから早い入会してその1年以内に実際に高校で授業できたり、まあ、そういうような計画力であるとか人前で話す能力がつくっていうのは、なかなかこのサークル活動ではまあすごい貴重な体験だなというふうにこう話を聞きながら感じたんですけれども、まあ新入生の方が入って活動するのは2020年度ということなので、まあこのコロナウイルスの影響でまあいろいろ未定な部分はあると思いますが、まあ今後の展望、2020年度の活動の展望などを教えていただきたいなと思います。昨年までやっぱり高校や大学に授業させていただいて、そちらの方でやっぱりこう高校や大学の依頼校っていうのを今年度はもっと増やしていって、見えるかの行う自然シップ教育をさらに広めていきたいなと考えています。その上でやっぱりそれに加えて小学校とか中学校とかそういった幅広い世代に対しても自然シップ教育などをできたらなと思っています。なるほど。まあ実際新入生の方が入ってきても新たにやることはたくさんあると。はい、なるほど、ありがとうございます。最後にですね、まあ、この見てくださってる新入生の方に対して一言何かおっしゃっていただければなというふうに思います。
僕も高校時代まではそんなに特別に何かしてきたわけではありません。しかし見える会に入って教育授業することによってさまざまなスキルが今身についてきて自分の成長を感じているので、今年から僕たちと一緒に活動していくような仲間を増やしていきたいと思っていますので、ぜひ見える会に来てください。ありがとうございます。ということで、今回は、教育事業部の活動内容等の動画をお送りしました。コロナウイルスの、感染防止のために実際に皆さんにお会いできないことを心苦しく思いますが、この現在のコロナウイルスの影響がなくなり、晴れて皆さんとお会いして、新刊をできることを、心待ちにしております。少しでも関心を持っていただけましたら、さまざまな形で対応することができますので、Twitter の DM などで連絡いただければ嬉しいなというふうに思います。それでは皆さんと、お会いできる日を心待ちにしております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは政治や社会に関する話題を面白く分かりやすく丁寧にお伝えしています。PC の方はこちらから、スマートフォンの方はこちらの概要欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。また公式ホームページやインスタグラム、ツイッターなども下の概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。今日はご視聴ありがとうございました。